なたの過去を覗いちゃおう、イエーイ。皆さんこんにちは、のりこチャンネルへようこそ。今回もインタビュー動画になります。今日は今劇場の方で、お仕事をさせていただいてますなおさんに来ていただきましたよろしく。大先輩の素晴らしいダンサーでございますということで、なおさんがどうしてこちらの劇場に来て踊ってるのかっていうのを結構ね、掘り下げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは最初に自己紹介をしていただきたいと思いますので、どうぞ。小橋なおです。東京出身で今44歳です。16歳の娘もいます。あ、ママさんダンサーも憧れます。素晴らしい。何年ぐらいこの劇場で踊られてますか？フランシュバイクの劇場に来て今年で14年目。すごい、やばい。14年って考えられます？すごい。始めた時はもう30になってたんで、また何年踊るか分かんないしって思ったら、こんな素晴らしい。いや、すごいことです。もう尊敬します。なおさんのダンス歴を少し聞いていきたいと思います。3歳の時に急にバレエを習いたいって言い出したので、なおさんから？私から。すごい。でもバレエ見に行ったことないし、テレビでもやってなかったし、でも今でも謎なんですよ、なんでやってたのかなんで言い出したのか。すごい。でもなんか日本の習慣で女の子はバレエとピアノと習わせるみたいのがあるじゃないですか。そういう お習い事みたいにさせたくなくって、母がずっとダメって言われてて、売却ができるようになったら始めていいよとかごまかされてて、すっごい頑張ってたんですけど、今柔らかいのに全然できなくて、でも9歳までやりたいやりたいやりたいってずっと言い続けて、そしたら母の友達がクラシックバレエって言うとある程度の年代で始めないともう遅くなっちゃうから、もうすでに遅いかもしれないけど、こんなにねずっと言ってるんだったらやらせてあげたらって言ってくれて、それでやっと9歳の時ね、すごい始めて、この最初のレッスンはやっぱりまだ今でも覚えてるけど、みんながこう集中してる感じでスタジオで汗かいてて、そのすごいマジックでした。素晴らしい。そうなんですね。で9歳で始めて、いや、まあ普通にバレーばっかりちょっとやってて、母が結構最初の頃から、まあ、18歳まではサポートするけど、その後は自分でどうにかするんだよっていうのを、まあ最初に結構 はっきり言われてて、で16ぐらいになった時に、あれあと2年どうするんだろうと思って、でやっぱ日本でその時の状況って、日本で踊りで生活立てていくのはやっぱ難しかった、うん、もう90年代の話なんで、ヨーロッパでは踊りが仕事として成り立ってるんだよってどこから聞いて、それでよし行こうと思って、まあすごいで、すごい行動力っていうか、行動力がある。でスタジオを自分で借りてビデオを作って、ビデオカセット、いやすごい。しかもその時は、ね、インターネットとかなかったから、ダンスマガジンの一番後ろに書いてある全てに送って、自分でやりました。すごっ。英語とかも全くわからない？英語は高校で英語科だったから、英語はちょっと喋れてて、それはすごく助かりました。それでレターを作って送って、まあ、でもアドレスもなんかここはバレエ学校ありませんとか、そういう返事とかも結構来た。あとビデオのクオリティが良くないからとか、あと女の子今募集してませんとかあって、それでハンブルクバレエ学校が興味はあるけど、ビデオのクオリティじゃ何とも言えないから、その時ちょうどハンブルクのバレエ団が日本に来日公演に来ていて、で野井真彩さんに見てもらって、決定してもらってくださいっていう手紙が来て、エアメールだからさ、来るか来ないか分かんないじゃん。そうそうそう。メールだったらもうダイレクトでいいけど、時間もギャップで1週間2週間とか。すごい。エアメールが来て、でそれには野井真彩さんに見てもらってくださいっていうのが書いてあったけど、でも日本でどこでカンパニーレッスンしてるか分からないから、こう日本の開催者の方に自分で連絡して聞いてくださいって言われて、でまあ電話したけど、やっぱり全然普通の人、ね、ただ一人のダンサーじゃ全然取り合ってもらえなくて、でどうしようかなって思って、まず
第一パフォーマンスかなんかのチケットを取って、すごっ、で見に行って、で休憩時間に楽屋に忍び込んで、タタタタタってどうなんかどうやったのか分かんないけど、若かった。でこのイメール持って外国人っぽい顔の人に。これがあるんですけど、誰かあのアシスタントの人かに合わせてくださいって言ったら、その人ピアニストの人だったんだけど、あのアシスタントさんに合わせてくれて、で、あ、じゃあ明日どこでどこでレッスンしてるからおいでって言われて、やったーって思ったけど、でバレエレッスン受けに行ったんだけど、野山さんはやっぱり有名だから日本で毎日取材とかがあって、うんうん、見に来てくれなくて、でそんなのが多分5、6回多分私バレエクラス受けに行って全然時間なくて見に来てくれなくて、でも東京公演最後の日とかになっちゃってでもまあカンパニーのメンバーとかみんな覚えてる、ちっちゃいちび子が毎日来てるなって覚えてくれて、すごい優しくって、で、あ、今日パフォーマンスもただでいいから見てって、もしかしたらパフォーマンスを最後に彼とね喋る機会があるかもしれないからって言ってくれて、でもその日もいなくてでカンパニードイツに帰っちゃったんですよ。でも私のチャンスはこれで終わりだって思ってたら、またエアメールが来て、前回は野山さんが時間がなくてすみませんみたいなメールで、で今度オープンのオーディションが4月にハンブルクであるから、もし来れるなら来てほしいって言われて、これ行くしかないと思って、初めての飛行機で乗り換えとかも、嘘、初めての飛行機一人で、親とは会ってけど一人で、すごいな。そうでした。で、まあ、1週間あのバレエ学校の人たちと一緒にクラスさせてもらって、うん、で最後の週末がオープンのオーディションっていうので、うん、本当に映画に出てくるみたいなナンバーがあって18番でした。あ、すごい、また日本で覚えてるでしょ。でもなんかエクササイズごとにもうバレエのプリエの後にもう、はい、あなた、はい、終わり、何番終わり終わりみたいな感じで、どんどんキャラ切り落とされていって、まあ、一応バレクラスは全部買って、でポントも買って、一番最後に今から2本ぐらいの曲を聴かせるからそれで即興で踊ってほしいって言われて、えーって、日本でクラシックバレエやってたら、ね、クラシックバレエしかやらないから、ね、即興なんて踊ったことなくって、って思ったけど、まあそういう時ってなんかスイッチ入るんですよね、なんかすごい、なんかやっちゃえみたいな感じがあって、オーディション中他の先生とかは、あ、見てくれてるなっていう雰囲気はあったけど、ノイマヤさんからのリアクションがあんまりなくて、やばいって思ってたのが、その即興終わった後にやっと見てくれて、あ、これでいけるかなと思って、でその後に身体検査もあったんですよね、あのどれくらいか柔らかい、体が柔らかいか、開脚とか背骨があのよがねないかとかで、それでつま先をこう伸ばせって言われて、これで終わりみたいに言われて、伸ばしてます。それで私落ちたかなと思ったぐらい、もっと伸ばせって言われて、まあでもそれでも受かって、すごい。で17の時にドイツに来て、テアタクラセっていうのが最後の7年生8年生で卒業して、今日があるんだよ、度胸じゃないみたいな、できないよこんな、なんか若かったからあんまり考えないで突撃みたいな、ファッションやりたいって、やりたいっていうのが、うん、感動的、なんかドラマ映画的な感じ。そうで今だったら E メールとか ねで楽に行っちゃうけど、それが大変だった分頑張れたところもあるかな。素晴らしい。そうだから今までずっと怪我されて、そうですね、踊られて、本当に直す、本当に休んだことないっすよ。もうちゃんといるし、でそこね乾杯なんかリハーサルとかも疲れただるいじゃなくて、もうこうやって、もうすごい、本当すごい、すごいしか言いようがない、本当に。私も奈緒さんみたいにいつかなりたいなって。まあいろいろ仕事、最初のカンパニーがドルトムントで、うん、それドイツのカンパニー。それバレエカンパニー？ネオクラシックかな。ネオクラシックかな。そう、うん、で、その後イントロダンスっていうとこ、オランダのカンパニーで、そこもネオクラシックで、で、ハノーファーのカンパニーに、のドイツに戻ってきて、またオランダのプロジェクトカンパニーコニーアンセンっていうところで2年働いて、でまたドイツに戻ってきて、2年間あの子供もその間に生まれて、でやっぱり踊りってどうなのかなってちょっとクエスチョンマークの時が一瞬あって、でもっと子供のために
一緒にいられるようにフリーで働こうって思ったら、結構なんか逆になっちゃって子供のためにフリーにしたかったけど、そうするとハノーファーだけじゃやっぱ生活成り立たないから、いろんな他の町とかに行って働かなくちゃいけなくて、で帰って家にあんまりいない、うん、生活になっちゃって、うんうん、でその時にちょうどブランシュバイクでダンサー募集してるっていうのを見つけて、で、まあ、ブランシュバイクだったら今ハノファに今も住んでるんですけど、ね、電車で30分40分ぐらいのところなんで、あそこだったら通えると思ってオーディションして受かって、でそれ以来ずっとずっとここと、で最初のダイレクターは誰だっけ、あヤンプッシュさん、ディレクターに撮っていただいて、うん、で彼と5年間働いた後、うん、もうディレクターが変わって、で今のグレゴーさんになったと、すごい、撮っていただいて、カンパニー、いろんなカンパニー受けたと思うんだけど、オーディションの内容っていうか、あのどんなことをやったっていうのを簡単になんか大まかに最初のカンパニーはまあネオクラシックって感じだったけど、うん、やっぱりバレエじゃなかったから、うん、まあもうみんなインプロとかもできる子いっぱいいたし、うん、なんか新しくって、でやっぱ私二十歳で入ってカンパニー、うん、一番ひよひよっこって感じで、すごくみんなに可愛がってもらって、その年はディレクターがいなくて2人あのハウスコレオグラファーがいたんですけど、ディレクターがいないとやっぱりカンパニーの方向性もないし、ね、いいカンパニーだったし20人ぐらいのカンパニーで、ちょっとここはなと思って、うん、で1年でオーディションを始めて、で受かって、でイントロダンスっていうところは、まあ、そこもネオクラシックのカンパニーだけど、うん、まあ、ツアーカンパニーで、うん、もうほぼ毎日バスで、いろんな都市を移動して、入った時は年間120回パフォーマンスとかあって、でいろいろツアーもいっぱいあったから、ニューヨーク、うわすごい、インドネシア、コリア、スペイン、いろ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 それで回って楽しかったけど、でそこはあのゲストコレオグラファーばかりだったから、うん、キリアンとか、そこ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 、いろいろそこで名前をやらせていただいて、すごい、でもやっぱり3年ツアーでやってると、もうちょっと一箇所の場所にベースが欲しいなっていうのと、うんうんうん、あとクオリティが、リハーサルする時間が全然ないんですよ。プレミアが終わった後もツアーだから、だんだんクオリティが落ちてってる感じとかあるかなと思って、ハノファーでオーディションがあったので、そこに行こうかなと思って、で結構やっぱりオーディションってバレエクラスがメインで、その後にコンテンポラリーがあって、即興がある感じだよね。大体、あ、でも昔は私がオーディションして2000年の時とかは、ドルトムントはクラスがあって、レパートリー習って、その後即興だったけど、イントロダンスはバレエクラスでおしまいで、あ、そうなんだ、うん、一番簡単なオーディションだった。ハノーファーはバレエクラスの後レパートリーを何個かやらされたかな、うんうん、でもすごい、私のグループだけディレクターシュテファントスだったんだけど、何のグループもう一回やり直し、注意ができてないとか言って、何回も私のグループだけやり直されて、私のためにで、絶対嫌われてるって思ったら、その時森陽希くんってハンブルクで1年先輩だったんですけど、彼はもうカンパニーに入ってて、でちょっとオーディション見ててくれてて、もう多分嫌われてるって言ったら、いや逆やんその後行ったコニアンセンのところもバレエクラスの後にバトルやって、うん、あとあパートナリングで、ここは最初がバレエクラスで、うん、なんか彼のインプロ、やっぱインプロのいろいろスタイルがあった人、ヤンボッシュさん、うん、それを何回かやらされて、半分以上落とされて、で2回目のオーディションの日がコンテンポリークラスの後に彼のレパートリーを習って、でそのレパートリーを使って創作的なのを即興で踊るって1人ずつっていうのがオーディションだったかな。いろいろやっぱりカンパニーによって、ね、違うからね。違う。プレボーさんの時はあのまず私たちここにもいたから、そうか、彼が特別にカンパニーの内の人でオーディションしてくれて、うん、彼の、スタイルのクラス、なんていうちょっとピナバウシュ的なクラスをやって、うん、でその後彼のレパートリー習って、その中から私たちその時16人いたけど、4人取られて、でその4人がもう一回ビーレフェルトの彼のカンパニーに招待されて、でカンパニーと一緒にコンテンポラリークラス受けて、で即興で作って、
で見せるっていうのがオーディションだったから、ね、すごい。すごいね。最近は毎年オーディション行われてると、大体やっぱバレエクラスの後にレパートリーやって、ね、コールバックが多分コンテンポラリーとカンパニーのクラスして、カンパニーのメンバーと一緒にデュエット作るとか、あ、そうなんだ、そういうの即興とか、そういうのも普通かな。去年とか2000人近く書類審査で、マジで、でまた多分100人ぐらいオープンオーディションに呼ばれて、はい、今そこを取ってきた人です。なんか日本に行った時に海外に行くためにやってたこと、逆にやっておいた方が良かったことってある？やっぱり英語が喋れたのは本当に助かったなって思って、言葉で困ることはなかったから。でハンブルクバレエはやっぱりディレクターがアメリカ人だったから、授業もほとんど全て英語だったので、その時同期だった服部真吉くん、おー、うん、同期？同期です。わ、すごい。あの彼はもうずっと前からいたけど、すごい、クラスは同じで、でそう、彼なんかもくれたのはすごい嬉しかったのは、あのやっぱり日本人の子がいっぱい入ってくると言葉のことで助けなくちゃいけないことが多くて、なおは全然助けなくてよかったって言ってくれたのちょっと嬉しかったなって。英語力そう大変なの、うん、そう。あとハングルクに入学決まった時からドイツ語の勉強ちょっと始めてて、3ヶ月ぐらいかな。それはちょっと役に立ったかな。そうだよね、今ボラベラベラだもん、ね、いや、 やっぱ語学が一番大事。語学は重要だと思う、うん、コミュニケーション必要で、うん、やっぱりヨーロッパって日本って比べるとコミュニケーション重視だから。その通りです。その通りです、はい、やっぱ言葉ができると、うん、楽なことはいっぱいある。海外に来て思ったギャップ、日本と海外のギャップって結構感じましたか？なんか私は日本で結構なんかヒッピーな感じで育てられて、でも普通の日本のこう常識っていうのにハマるのがちょっと大変だったから、なんかやっぱ出る杭は打たれる的な、ね、あの常識があるじゃないですか、うん、でちょっと自分をなんかなんだろう、こうキューってやってやってた部分があって、でドイツに来た時の開放感とか、なんかみんな違ってて個性があって、それでいいんじゃんっていうのがすごく良かったです。私は、素敵。バンって広がる、うん、なんか窮屈じゃない感じ。ああ、分かる分かる、すごい分かる、うん、海外での生活についてなんですけど、奈緒さんはすごいその17歳からこっちに来てて、うん、まあ、すごい年月をこちらに過ごされてるじゃないですか。あとドイツと半分以上だもんね。そうだね、うんうん、ドイツとオランダ、違う国、うんうん、でやっぱ生活大変ですか？どうだろう、生活大変とは思いません、うんうん、やっぱ食事が、うん、ショックだったの。やっぱバレエ学校に入って寮の食事、ダンサーのための食事なのに、なんか野菜の少なさとか、やっぱり日本食と比べるとヘルシー度が全然違ってて、それに慣れるのにやっぱ時間がかかった。うん、そっか。でも今はね、今は自分で作ってるから大丈夫。そうよね。いっぱいアジアンショップもあるしね。そうそうそう。なんかこの先目指してるものとかあるんですか？ちっちゃい頃からの夢がずっとダンサーで、あー、うん、なんか考えてみると夢を生きてる感じが今もあるから、これが、ま、もう44歳でおばあちゃんダンサーだけど、いやいやいや、もう何年か続けられたらいいなって思って。あ、素敵。夢を生きてる。夢を生きてる、この言葉いいかも。夢を生きてる、素敵。では、最後に日本のダンサーにメッセージ、はい、メッセージ、海外行きたいダンサーさんに。なんだろう、バレエとかダンスとかがもう大好き大好きでしょうがなくって、もう踊りじゃなきゃいけないって思う人が多分残っていける世界だと思うから、うん、ですごくアンフェアな世界だし、ね、うん、あとやっぱり才能がある方はこう本当にいっぱいいるし、努力してる子も本当にいっぱいいるけど、それだけじゃなくてやっぱりタイミングとか運に頼ってる部分がすごく多いんですよ。例えばカンパニーで、ね、似たタイプの子がいなくなったから、じゃあ次にあなたを取るわみたいな、そういうタイミングってすごく重要だから、うん、なんて言うんだろう、1個のカンパニーとかバレエ、ダンス学校とかがもし落ちちゃったとしても、どこかに絶対ハマる場所がきっとあるはずだから、うん、くじけないで自分を強く持って頑張っていってください。
おお素敵、ありがとうなおさん。なんか言葉一つ一つすごく重みがあるね。でもさ、ほんとそうだよね。うんでしょ。うんとタイミングやと思う、うん、だってさ、踊りなんて上手な人ほんといっぱいいるじゃん。この世界もなんか、うん、そういう人しかいない中で、たまにあれあの子どうしてっていう子とかやっぱりさ、うん、確かに。だって私グレゴさんの2回オーディション受けてる、うん、過去に。でそれはだから私がもういるから、だから日本人っていうのかなって私は思ってたもん、うんうんうん、私も思ってた。ごめん、いや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 、うん、だからレイちゃんさ、そうそうそう、ファイターさんからあれ、あグレゴさん別にそういうわけじゃないんだと思ってあ、そうなんだね、た多分きっとタイミングが違った、タイミングが違ったの、そう、うん、あるよね、そういうのあるよね。いやでもここでこう出会えたってことは何かの意味があることだし、ずっとなおさんあの舞台見てたからビレビレなんだけど、なんかすごいなんか変な感じいい意味でなんか憧れの人がこの辺にいるとか、いつも勉強させていただいて、これからもよろしくお願いします。今回は、素晴らしいダンサーなおさん、尊敬するダンサーにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。これからもですね、なおさんを応援したいと思った方はぜひ私のチャンネル登録していただければ、舞台裏とかをねいろいろ載せてるので私たちが何をやってるかっていうのは見れると思うので、ぜひ登録して、ビデオチェックしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。このビデオがいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録お願いしますありがとう。それでは次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。わー素晴らしい、すごかったよすごかった、日本語が出てこないとかった素晴らしかった。アンフェアとか不公平って言えよね